青い花は、志村らたか子による漫画作品である。漫画エロティクス F30 号から82号にかけて連載された。2009年7月から9月にテレビアニメが放送された。アニメは、平成21年度文化庁、メディア、芸術最新サイン海水戦作品アニメーション、部門、長編に選ばれている。A 副題は、スイートブルーフラワーズで、これは、 ビズメディアから刊行されている英語翻訳版のタイトルでもある。江ノ電園線など鎌倉とその周辺が舞台。二つの女子校に通う二人の主人公を軸に女性同士の恋愛と友情が描かれている。二人の主人公を取り巻く女性同士の人間関係や恋模様とともに男女間の恋愛や恋心も描かれている。これについて作者は 女の子同士の恋愛だけに特化すると、女の子同士の恋愛が単なるファンタジーになってしまいそうなので、男女の恋愛も含めて描いたという胸を語っている。また作者は、前作、どうにかなる日々で、レズビアンの話を描いていてとても楽しかったことが、創作のきっかけになったと明かしている。女性間の性愛というテーマを正面から扱っており、 作風として直接的な性描写は避けられているが、女性同士の肉体関係がある。初期の意気込みとして、マリア様が見てるに負けないユリ作品にしたいとも、語っていた。これは、最下宣言である。ユリっぽい雰囲気を匂わすのではなく、恋愛としてはっきりと描くということ。初期設定では、ミッション系の学校で、お姉様と妹のような構想であったが却下し、 学校を二つにしてあーちゃんとふみちゃんの性格を逆にするなど変更が行われた。当初の構想ではふみとあきらの性格が逆で曰くクールビューティーなふみおとなしいあきらであった。八巻端末若草物語ではこの衣服が描かれる。そしてあきらの方が今日の俺と付き合う想定をされていた。タイトルはノバーリスの小説青い花に由来する。 角和サブタイトルは文芸作品から取られている。藤ヶ谷では毎年演劇祭が行われ、その期間はサブタイトルが題材作品のものとなる。志村の作品は作中での出来事を必ずしも明示せずに行間で読ませる部分が大きく、本作をアニメ化する際のシナリオ会議でもセリフの解釈がたびたび問題となった。江ノ電園セの女子校。 松岡女子高等学校に入学した万丈目ふみは入学式の日に同じく江ノ田園線のお嬢様学校藤が谷女学院に入学した幼馴染の奥平明と10年ぶりに再会し一緒に登校するようになる失恋を思い出し涙目となるふみちゃんにあーちゃんはハンカチを差し出すふみちゃんはすぐ泣くんだから10年前と全く同じセリフであったふみは 先輩の杉本康氏おのれと出会い、交際を始める。京おのれには、藤が谷から松岡に転入したという経緯があった。明と井、一旧京子は、演劇部に入部する。6月の藤が、谷演劇祭に、京おのれは、客演として呼ばれ、嵐が丘のヒースクリフを演じることになる。その過程で、文は京おのれの心に触れ、二人はうまくいかず、破局する。 京己と文が別れたことは、明と京子も知るところとなる。京子は京己に恋愛感情を抱いていた。夏休み、文や明たちは京子に呼ばれて清里の別荘に出かける。明は沢の康氏が言い,い名付けの京子を心から愛していることを知る。秋には江の島で美先生と杉本和佐の結婚式が挙げられ、京己の,の恋は完全に終わる。 ふみちゃんは自分の初恋はあーちゃんだったのだと認め、今改めてあーちゃんが好きと自覚する。京王のレは松岡を卒業し、イギリスに留学する。あーちゃんがふみちゃんを意識し始めるようになる。藤が谷演劇部は王の春から新メンバーを迎える。演劇祭の題目は六名館、主演は京子、明も舞台に上がる。舞台の京子は役に、 自分の家庭環境を重ねる。ふみちゃんがあーちゃんに正式に恋愛感情を告白する。夏休み、ふみやあきらたちは、はるかに呼ばれて、箱根の老舗旅館に出かける。あきらもふみも、自分の心に整理がつかず思い悩むが、あきらが正式に返答し、ふみちゃんとあーちゃんの二人は、交際を始める。ふみはあきらにはっきり伝える。私の好きは、性愛なの。 アキラは演劇部の部長となる。京子は京オノへの思いや家庭の問題に整理をつけ、安氏と結ばれる。文の同性愛を聞いた友人がシナリオを書き、それを読んだ文は己の声を重ねて思い悩む。文が松岡修学旅行で長崎に行っている間に、アキラは藤が谷演劇祭三十四の準備に忙しい。秋、藤が 他に修学旅行先のイギリスにて、アキラは今日のれと再会し、コンフミと交際していることを伝える。それによって、アキラは、かつて避難した、いい加減な気持ちでフミと交際していた、今日のれと、自分が全く同じことをしているという矛盾に気づき、揺れ動く。アキラが別れを切り出し、あーちゃんとフミちゃんの二人は、破局する。卒業式。フミちゃんは、まだ、 あーちゃんのことが好きであった。あーちゃんもふみちゃんが好きだが、それは、あきらはあーちゃんとふみちゃんに呪いの言葉をかける、答えが出せるまで一人で考えさせてね。進路が分かれた二人は疎遠となる。成人後、京子と安氏の結婚式に高校時代の友人たちが勢ぞろいする。あーちゃんはふみちゃんにかつての答えを返す、ふみちゃんが好き。 ふみちゃんの涙をあーちゃんが拭う。ふみちゃんはすぐ泣くんだから、藤が谷町学院の外観のモデルとなった、鎌倉文学館藤が谷町学院のモデルとなった駒場公園級、前田公爵邸洋館作品タイトル。ノバーリスの未完の小説に由来する。現題は、ハインリヒホンオフター人間という主人公の名前であり、青い花は放題。ふみが明を、 青い花と例えるシーンが7、1巻のラストにある。このフレーズは終盤でリフレインする。描かれるのは大小二輪の花。この時に描かれている青い花がテレビアニメのオープニングでクリスタルの花として出ている。演出を手掛けた生原邦彦によると、この世には存在しない花、二人の心の中にある花という、あえて CG 作り物としての表現であり。 具体的な花の種とは異なるものだという。具体的な草花にはしないという方針。青い花公式特本の用語辞典でも、青や紫の花は数多くある。例、アジサイ、ラベンダー、スミレ、カンパニュラなどと解説され、加えて特に忘れな草さであると言われる。だがそれらもあくまで一例。他にもアニメでは、カラー表現ゆえ顕著で、藤が谷の藤も青紫の花である。 また演劇祭で、鏡先生が鏡王のれに渡して冠塁させたのが、暖色系の花束で、対比的に文が鏡王のれに渡せなかったのは青い花束であった。忘れな草。青い花公式特本の用語辞典でも、忘れな草のイメージと解説される。語源は、ドイツの伝承で、恋人のために花を摘もうとして、川に落ちた騎士の遺言にちなみ、 フェアギスマインニクトフォーゲットミーノットワスれなグさ。花言葉は真実の友情、誠の愛。そしてアニメの最終話は独自に完結している。戦術のように青い花は具体的な草花にしないという方針であるが、なお独自の答えを出したのがアニメ最終話である。二の花とフレーズをアニメでは使わずに青い花とフミの心情を表現する。オープニングは フミとアキラの内面、本編はリアルという対比のため、オープニングと本編で青い花が異なる。鎌倉で代々続くメーカー。女系家族で、全員背が高く、顔は似ていない。父は、大学教授で、海外に行っておりほぼ不在。運転手の小木ノさん、お手伝いのフミさんなどの使用人がいる。建物のモデルは、旧前田公爵定和館。沢の池は、 鎌倉の資産家。母、一人息子の安子、おばの花江が登場している。沢の池は清里に別荘を所有する。双方の親が子供たちを言い名付けにするほど親密だが、現在は確室がある。アニメ版では確室の描写がすべて省略され、登場する人物も限定的。大田出版から刊行されている。全8巻。 青い花スウィートブルーフラワーズのタイトルで2009年7月から9月までフジテレビノイズにて放送された。全11話、2013年9月6日に BD ボックスが発売された。平成21年度文化庁、メディア、芸術最新ン委員会推薦作品アニメーション、部門、長編に選出され、2010年2月には国立新美術館で展示、上映された。 地上波放送では、ノイズ枠で、初めての関東ローカルであった。なお、この作品をもって、ノイズ枠は、休止になり、富士テレビではつなぎ番組の、恋しぐれ、吉高ゆりこと6つの恋を2回放送した後に、アニメ枠が廃止。BS 富士では、空中ブランコから、ノイタミナに倶り替えすることとなった。テレビアニメに関連して、ウェブラジオ、青い花。 スイートブルーラジオが配信された。全19回。ありがとうございます。